どうもこんにちは。米粉スイーツついついいつもより食べちゃうヒロです。ということで今日作っていくのは米粉の生シフォンです。ふわふわのシフォンケーキとたっぷり生クリームの組み合わせ、美味しくないわけがない。これが本当にうますぎるんです。生クリームたっぷりにしたので、生地は米粉を使ってあっさりとさせ、食感はふわっともちっと、もうこれ何個でも無限に食べられます。では一緒に作っていきましょう。まずは計量からやっていきます。卵は卵黄と卵白に分けます。卵白に卵黄が入らないように注意しましょう。今回卵黄に対して卵白は1個分多めになります。卵黄は1個分使わないので別のボウルに避けておきます。卵白は冷たい方がキメが細かくなるので冷蔵庫に入れて冷やしておきます。では生地を作っていきます。まずは卵黄ベースから作っていきます。卵黄にグラニュー糖を加えて白っぽくなるまで混ぜていきます。白くもったりとしてきましたね。続いて米油をゆっくり加えながら混ぜます。癖のない米油がおすすめですが、無味無臭の植物性油で代用可能です。続いて水をゆっくり加えながら混ぜます。混ざったら OK。 そこにバニラの香料を数滴加えます。エッセンス、オイル、何でも大丈夫です。もちろんなくても作れます。続いて米粉を振るわずそのまま加えます。粉気がなくなるまでよく混ぜましょう。薄力粉でも作れますが、薄力粉の場合はふるって加えてください。この辺でオーブンを予熱しておきます。型はこちらのマフィン型を使っていきます。もちろん独立したカップでも大丈夫です。メレンゲを立てていきます。グラニュー糖は一気に加えちゃいます。では見ていきましょう。まだまだですね。もう少し。はい、こんな感じになれば OK。 ピョン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 ぐらいです。続いて低速にして1分弱回します。最終的な硬さはこれぐらいです。生地を合わせる前に絞り袋を用意しておきましょう。では2つの生地を合わせていきます。必ずここでメレンゲのキメを整えてから生地を合わせるようにしましょう。一すくいの生地を卵黄ベースに入れて混ぜます。混ざったら OK。そうしたら再度メレンゲのキメを整えます。ツヤツヤしてきたら OK。 では2つの生地を合わせます。メレンゲのボウルに卵黄ベースを一気に加えます。ホイッパーで完全に混ぜきらず、ある程度混ぜます。仕上げにゴムベラでホイッパーだけでは混ぜきれていない底、横の部分を意識しながら生地を切るように混ぜます。ここは焦らず焦らず、よく混ぜてもふわふわの生地のままなので安心してくださいね。絞り袋に生地を入れてマフィン型に絞っていきます。中にたっぷりの生クリームを入れれるように限界まで絞っていきます。生地が余りそうだったら別のカップに入れて焼いてください。では焼いていきます。焼けました。
焼き色がついたら OK。 竹串を刺して生の生地がついてこなければ OK です。網の上で粗熱を取ります。粗熱が取れたら生クリームを立てます。生クリームを立てるときは必ず氷水をかまして立ててください。ここでもグラニュー糖は一気に入れます。生クリームは乳脂肪分 42% のものを使っていきます。 42% 以下の生クリームを使う際はしっかりと立てるようにしましょう。濃厚である程度硬さも保つことができるので僕は 42% を選んでいます。はい、しっかり立ちました。これぐらいしっかり立てましょう。ではクリームをたっぷりと絞っていきます。竹串を刺して穴を開けます。口金の大きさぐらいまで開けましょう。生クリームはもう一度手で立てます。ホイッパーで持てるくらいの硬さになるまで立てましょう。では生クリームを絞っていきます。口金は丸口6番を使用しています。他の丸口でも絞れますが6番前後がおすすめです。たっぷり、これでもかと上から生クリームが出ちゃうぐらい絞っちゃってください。